はい、お疲れ様でーす。あ、すいません、練習非公開なんで、やめてもらっていいですか？5月、北海道大会、66で国体、狙う男。はい、ドキュメンタリー、今日から大会まで毎日密着してくれるってことで。はい、お願いしますよ、マジで。もうこれ、本当に国体今回行けなかったら、もう本当に、僕はもう本当に見捨てます、もう、なおさん。ついに。いや、ついに。打っていう枝についで。今日は、ナオさんと一緒にベンチプレスの練習していきます。めちゃくちゃ久しぶりだね。久しぶりのこのベンチプレス練習動画ね。激アツ、熱血、ベンチプレスね。はい。俺らのお箱の。これね。はい。サムネこれ。ということで、ナオさん今日は、どういったセットを行うんですか？はい、今日はですね、昨日僕、ベンチ8発のセットやってるんですよ。ほう。8回を、90キロ8回を3セットっていうのをやってて。ほうほうほう。で、まあ、今日は3発のセット。ああ。結構重量バッと上げます。なんで、アセンディングで。アセンディングで。いや、最近またアセンディングで。はい。で、肩がね、だいぶ良くなってきたんですよ。おお。打ち壊してたじゃないですか。そうですね。まあ、ちなみに、まだ全然痛みはあったりするんですけど。うん。でももう普通にできるとこまで回復してきたんで。最終的に 112.5、3発。12.5、3発。了解です。ってことは、102.5、107.5、112.5 っていう5キロアップ刻み？いや、それとも 2.5？ 105、110やって決めます。ああ、了解です。105、110、最後 112.5 か115。ああ、了解です、了解です。ね、まず120まで一発は持つんで。あ、了解です。じゃ101回。はい。最近、マジで呼吸すっごい意識してるんで。最近体調は悪かないが、心臓が高鳴って超えている。緊地帯、唇でなってターゲット絞って急接近してやんな。え、頑張る。ナイス！ただ今日セット何ぼすか？今日はですね、アセンディングセットを行います。おぉ。もう、3回目なのさ、やりとりが。もう使って、普通に。ごめん。はい。今回5発、はい、3セットいきます。はい。で、152.5、157.5、162.5。はい、162.5、5発っていうのは僕のマックスです。今までできたことあるのが64、5発。あ、じゃあ 2.5 更新ってことね。2.5 更新を今日します。えげつですね。はい、えげつ牛山ですね。ただ、自信満々です。最近めちゃくちゃ調子いいんで。確かに。まあ、インスタ見ててもいいですね。僕の調子のいいベンチをここで今日見ていただければなと思います。120キロ。セッティングとかもちょっと変えたんですよ。おう。どう変えですか？うん。まあ、見てもらったらわかるでしょ。皆さんもちょっと一緒に探してみてください。あれ、これは俺聞いたことあるセッティングですか？いや、ないっす。最近自分で作り上げたんで。ああ。組んでるとき、足の位置とかじゃないですか？足の位置も変えてます。足の位置が俺ちょっと前になったのかなと思ったんですけど、それはまた違う。ああ、まあそれはあまり意識しなかったっす。ああ、じゃあ外れですね。はい。正解は？結構変えてます。握りの脇の開き具合とか、はい、肩甲骨の下げ具合とか。うん。ごめんなさい、1個じゃないっすよ。肩甲骨の下げ具合わかるかい？見て。あまり受けを上にしすぎないようにした。ああ、上っていうのは、頭側じゃなくて、受けをちょっと下で。肩ガンガン入れてさ、なるべくこうやって上で受けたじゃん。うん、それをちょっと緩めにした。あ、なるほどね。うん、あ、それで一発こう呼吸入れた時にマックスに持っていく的な？そう。あ、なるほど。わかるかい？はい、110キロいかんかい。はい。最近はあまり組んでる時間を長くしすぎないように。これも大事っすよね。最近体調は悪くないが、心臓が高鳴って思っている。最近って言われたら歌っちゃうから、それ。そのスイッチ入ってるの？はい。今日隙間スイッチ入ってるから。お、いいっすね。なんか、変なダジャレみたいな。はい、OK。うわ通りも頭の中うっさい。みたい。もう嫌だわーと思って今、いつ笑いそうになるか危なかったわ。いいっすね。なおさん、スタートポジション、ちょっと肘、あえてちょっと肩守るために曲げてる感じですか？なんか、うん。もしかしたら、取られるっすよね。コールかかんないかもしれないなと思って。あのね、曲がっちゃうん最近。
まあ肩痛い時分かるな、それ伸ばしてないんですよ。うん、まあ試合の時ちょっと気をつけてって感じですね、うん、結構曲がってるよね。ロンティーだからちょっと分かんない部分もあるんですけど、はい、ナイスプリンシプル。サプリ飲むならプリンシプル。おお。ちょっとにやけてるじゃないですか。やりますよ今日のマックス。はい、じゃあちょっと120いきます。ギギ、はい、しっかり、うん、うナイス。OK です。肘も OK です。OK。はい。やっぱり呼吸大事だよね。本当に最近しみじみ、どれだけ強圧高めてられるかが。おー。富士山今日呼吸についてのノート出してたんで。あ、本当？ぜひ見てみてください。見ます。なんか、本当に呼吸がやっぱ浅い時は、潰れちゃうもんね。うん、あ、まあまあそうですね。本当三種全部強圧ですからね、結局は。うん、まあ俺スクワットはそれちょっとわかんないんですよね。うん。デッドはわかるんですよ。はい、ということで僕からセット行かしてもらいます。お願いします。アセンディング。アセンディングね、まあ、僕はあの普通に多分できる重量でしかやらないので、はい、山さんに最後花を持たせますわ。任せてください。とりあえず105で3発了解です。やっぱりアセンディングのいいとこはこうなんか、うんうん、最後にかけてやっぱり上がってくから、はい、上がってくからね、気持ちも上がってくし、うん、あと最初やっぱ確認しやすいっすよね。そうですね、うん、今、うん、すごい意識してる呼吸もそうなんですけど、うん、こう下ろしてきたところのこの位置がやっぱこの背中の筋肉の収縮がマックスになる位置にこう降りるようにめっちゃ意識してる、うん、ああ素晴らしいじゃないですか。なんつうんだろうな、こう下ろしてきます、ついたところがの背面はもうギュッてなってるみたいな。うん、わかるわかる、めっちゃわかる。パンみたいな、うん、で上がる。すっげえわかる。俺結構レッグドライブで広背筋の収縮強めるっていうのはそのすっげえ意識してます、下ろしの局面。でもね、俺ね、やっぱまだ甘いんで、レッグドライブ強すぎると腰に来ちゃうんですよね。ああ、はい、はい。それね、難しいとこだよな。結構これでもう来る位置確認してますね、今。うん。あ、軽く収縮したな、このポイントって。なるほどね。よし。1、2、よかれよ。3、アイナイス。わあ、いいね、なんかこの圧が詰まった感じのベンチプレスいいですね。最近息止めてるんですよ、ずっと。ああ、すっげえ苦しいだろうな。止めて、うん、上げるじゃん、うん、下ろす前にまた止めたまま吸ってるんですよ。吐かないっすよ。すごいですね。それ食べる呼吸ですよ。3限界じゃないですか、そんなん。でもあの5でもやるんすか。5でもやる、5はね、循環させる1回とか。ああ、3だったら止めたままいけるんですよね。すごいな。はい、じゃあ1セット目いきます。はい、 152.5。 52.5、まあこの進化した僕のベンチっていうのをちょっと見てほしいな。はい、あはい、1 2 3、シップ5、はい、OK です。もう今めっちゃあのパーソナルやってる時の感じで、はい、 OK ですとか言ってお客さんかと思って見ちゃってました。あ、でも軽いですね。いい感じです。 152.5 この感じで上げるのやっぱすごいね。来てんすよ今。すげえ、俺一発でも上がったら吠えて暴れるけどな。はい、なおさん2セット目ね、110キロね。1、2、めっちゃおやすと。1セット目いきます。はい、ここマジ大事なんで、ここで重かったらねっていうところなんで。そうですね、今日島さん更新狙いですもんね。うん、ここで重かったらどうしようかなって今考えてる。弱気になってる。ダメっす、世界一になるんだったら。you
どうした？おめえ！おめえ！おめえ！え？重かったでしょ、だって見てて。いや、まあでも詰まってはいないんで。うん。どうするんですか？行くよ。行くんですか？行くよ。重かったな、普通に。こういう場合はどうするんですか？なんか目標の数値あるけど、うん、重いって暇いっぱいあるじゃないですか。まあね、昨日やってるからね。うん。まあそういうのもあると思うけど、まあ確かに2日連続だからな。しょうがないけど。今日動画で撮ってるから、まあ行くしかねえからな。うん、ちょっと気合い入れてきますわ。はい、はい、テンション上げていこう。ラストのセットなんだから。はい、112.5、はい、3発、はい、これで今日僕終わりなんで、はい、あのこれをちゃんと上げて僕にその流れつなげてください。この伝わるんで、その人のベンチのエネルギーって伝わってくるんで、その後に指示する人に、え、頑張っ、はい、しっかりね、しっかり気持ち入れていこう。1、2、はい、しっかり出そう。3、ナイス。いいね、いいね、いいね。安定っす、ね、必殺2回ずい使いましたよ。2回ずい、あの3レップ目は、うん、吐くじゃないですか。はい、1回吸って、これじゃまた俺負けちゃうんですよ最近。だからもう1回、あのなんだっけ、大盤をさ、ラングパッキングね、みたいな感じの、うん、空気冷めたんだ。そう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 。ってやるといい、ね、やっぱ強くなりますわ。いや、そうですね、強圧が高ければ高いほど筋出力は上がるっていう。そうそう、だから本当にそれ見てからベンチちょっと調子上がってきたっす。いいっすね。じゃあちょっと石原さんにつないだんで。オッケー、マジで気持ち入れていきますわ。お願いします。えい、さあ、ついに西山京太選手 162.5kg 5発に挑戦します。上がればグッドボタンを、上がらなければバッドボタンを押してください。マックスです。よっしゃ、行こう。よいしょ。よし、行こう。